皆さんこんにちは、ライターの前島秀邦と申します。たった今、ダニエル・ホープ、新日本フィル、それから、北谷直樹さんの、共演で、3月の2日、土曜日3時から、隅田トリフォニーホールで、ビバルディ四季、競争曲の方ですね、それから、マックス・リヒターの、リコンポーズドバイ、四季と、でこれ2曲を、たった今リハーサルが終わったところで、ちょうどまあ、ここに北谷直樹さんにお越しいただいています。北谷さんこんにちは。こんにちは。じゃあちょっとこれから少しお話を伺いたいんですけど、まず今回北谷さん隅田トリフォニーホールデビューということに。そうですね、そうなりますね、うん、僕にとってはこのホールっていうのは久石譲さん、はいはい、ジブリプロダクションの、はい、ハウルの動く城、ハウルの動く城で、はい、CD として音源としてですね、このホールで録音してこのオーケストラ、はい、シンチフィルと録音したっていうことしか、はい、実は経験がありませんので、はいはいはい、でその録音がとっても素晴らしいので、うんうんうん、どんなにいい響きなんだろうと思って今回初めて共演させていただくことになって、実際に非常に素晴らしいアコースティックで、うんうん、とても感激しています。そのハウルの動く城も演奏した新日本フィルと、はい、まあ今日こうやってですね、共演なさってるんですけど、うん、どうですか、いかがですか。若い人が、うんうん、まあ、半分ぐらいですか、オーケストラを占めていて、はい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 、それが僕にとってはとても心地いいやっぱり新鮮な感覚を、うん、あるいは一緒に弾くときにですね、うん、皆さんの息遣いを感じられるということがすごく僕にとって嬉しいです。特にこういう小さい小編成 で、ね、もう本当に息がかかるような感じでやるというのがやっぱり醍醐味ですよ ね、ええ、素晴らしいです。でそれで、まあ、今回そのダニエル・ホープさんと、うん、まあ、北谷さん、まあ、実は10年くらいもいろんなところで共演なさってるんですよ ね、彼の小さなアンサンブルで6人でやっている、はいはいはい、エアーバンドって呼ばれている、はい、彼の以前ドイツグラムフォンで録音したバロックジャーニーですね。そうですね、はい、メンバーとは違うんですけど、うん、あの後に新しいメンバーがどんどん加わってきまして、あるいは変更なさっていって、はいはい、でその時今のアンサンブルの中での一番古い株というか、一番長く演奏させていただいているものが僕でして、うん、まあ、さっきおっしゃったように10年ぐらい経つんですけど、うん、でこのリコンポーズのマックス・リヒターも、うん、もうかなりダニエルとなさってますよね。そうですね、もう数年、5年以上やってますかね、うん、初めはね、僕は録音をドイツグラムフォンの録音を聞いて、ああ、ぜひあれやりたかったと、あで彼に言ったんですよ、うんうんうん、そしたら、まあ、あ、君は古楽だけじゃないのかっていう専門家だと思って、いやいや、専門家ってわけじゃないですよそれで、ぜひやらせてくれ、うん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 、ただなんか、2年ぐらい経って記憶の中にあったのかな、うん、読んでくれて去年なんかもチューリヒ室内館と一緒に、うん、ツアーでアジア各地で、ええ、ね、このリコンポーズとトシキと演奏なさってましたよね、うん、そうですね。どうですか、そのやっぱりその原曲の方とそれからこのマックスの方と両方こう一晩でこうプログラムで弾くと、まあ、いろんな違いとかまた同じ点とかもこうあると思うんですけども。そうですね、僕は大変にいい組み合わせだと思います、うん、よくなさる演奏でですね、皆さんがよくなさる演奏でオリジナルバビヴァルディと、はい、それからピアッツォーラ、例えばピアッツォーラのベノスアイレスの、そうですね、うん、組み合わせっていうのがありましたけれども、こちらの方がむしろ新鮮じゃないかなと、というのはマックス・リヒターの指揮っていうのはその素材こそビヴァルディから捉えてますけれども、もう非常にテクスチャー的に几帳面に書かれている部分と、うん、それからビバルディのオリジナルみたいに、うん、スケッチですか、日本語で言うと、はいはいはい、的に書かれている部分があって、その融合が僕は大変に美しいと思うんです。うーん失礼。で結果的に人間が美しいものを目の前にした時、うん、なんか感動するじゃないですか、バーっていう、なんか涙が出てくるというか、うん、それを僕はマックス・リヒターの作品にも強く感じるんですね。あ、ですからこういった作品を本当に分かれると思うんですけど、嫌いな人はもしかしたら本当に嫌いかもしれない、うん、でも
好きな僕たちにとっては、うん、もう非常に嬉しい作品なんですね。演奏しててももちろん楽しいし、うんうんうん、特に僕のパートは書かれていませんから、うん、そうですよ、中奏低音は本当にジャズとかポップのインプロビゼーションみたいな即興的な要素がたくさんあって、うんうん、非常に難しいこと実はオーケストラやってるんですけれどもない人たちであればあるほどそれが簡単に聞こえる、うんうんまあ、ここが聞きどころじゃないんですか特にその通奏低音というとそのやっぱ秋のパートですよね、マックスの方もそうですけど、オータムのところなんかでこうやっぱソロがこう出てきて、うん、これだけで、ね、正直な話僕ねちょっと残念なんですね、うん、というのはもっとマックスらしく変えてほしかったああ、うん、なるほどね。でこれはもうほとんど例えば秋の二楽章とかもうオリジナルと同じじゃないですか、うんうん、ですから今回のバージョンではオリジナルのヴィヴァルディの秋の二楽章で僕がどちらかというとなんか非常に自由な即興的なことをやって、うんうん、このきちっと書かれたマックスの方は、うん、それ通りに弾くと、うん、なるほどね、ええうんうん、そういうことによって対比をつけると思ってます、うんあそういうことをやっぱできるわけですね、うん、まあそうですねそういったことを許されてると思います、うんうん、なんかマックスと話した時には、はいまあ、オリジナル楽器でもどん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 実は自分のこのリコンポーズをやってほしいんだみたいなことは結構言ってたんですよ、そうですね、うん、自由にだからそういうこともこういろんなこうやり方がありますよね、そうですね、うん、で僕が受け持っているチェンバロっていうのはこれは和声楽器でもあるんですけれども、うんこういったアンサンブルの中におけるメインの要素っていうのはやっぱりポップとかジャズのドラムスですね、うん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 、そういったパーカッション的な、リズムを受け持つ楽器ですので、うんうん、それがまずとても自由にできる作品である、うんうん、そういったテクスチャーが書かれているっていうことが大変に嬉しくてだからすごい現代的なんですよねだからそうです本当に例えば夏の一楽章なんてあれもうロックですから、うんうん、その要するにオリジナルのビバーディの時代ですと1が頭で1、うん、2で弱拍、うん、でダウンの3がまた強拍で4がとてもソフトな拍、うんうん、ですけどマックスは逆のことしてますねまさしくロックですね2と4が一番強い拍でそういったのはねだからさっきも言ったんですけど同じことの繰り返しになっちゃいますけど音楽家の中でもあるいは聞かれる方でも何これ安っぽいロックじゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれないけれども、うんうん繰り返しの魔法が聞いてるもの、聞いてる人々をなんていうかエクスタシーの高みになっていく。だから逆に言うとですね、こういったシンプルに書かれて、すごく難さっきも言ってみた難しい曲なんですけどね、弾くのはとても。でもこういったものを逆にシンプルに書かれてるからこそ、いかにいい演奏にしていくかっていうのが僕たちの役目だと思うんです。そうなんですよね。こう素材だけがこう、いかにお料理するかという、そうですね、うん、というところですよね。じゃあその、お料理をですね、明日、3月の2日、土曜日午後3時から、ダニエル・ホープの、バイオリンと指揮、それから、北谷直樹さんの、チェンバロの通奏低音で、新日本フィルハーモニー交響楽団で明日は2曲とも立奏でみんな立ってもちろんチェンバロはもちろん座ってやらなきゃいけないですけども、立って、でしかもクリス・イカースさんというですねいつもマックスの、サウンドをやっているエンジニアさんが入って完全なもう今日リハーサルで決めましたけれどもマックスサウンドを、ここのトリフォニーホールで再現しますのでぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。ようこそお待ちしております。お待ちしてます。